はい。皆さん、こんにちは。やってまいりました。月曜日。これから始まります。愛がベース、ジャンプルジャンプル。今日も1時間よろしくお願いしますね。えっ、ー、と、皆さんの心も、お耳もこちらに傾けていただけたならば、どんなに嬉しいことかと、私も、メぐも思っております。はい、思ってます。<laughs> はい。<laughs> えーとですね、今日のテーマ。はい。えー、誤解と勘違い。誤解と勘違い。はい。似ているようで、ちょっと違う。ちょっと違う。 でもたどり着くところ行き着くところさてどうなる話か気になりますね,ね。えそんなコーナーでですねあとなんかこんなの聞いてよあんなの聞いてよとかねうん、うん、もうありましたらぜひ皆さんこちらにぜひお寄せいただけたならば嬉しいと思います。で皆さんと一緒にね番組盛り上げていきたいと思います。はい。でこちらにはいメッセージのあ宛先はこちら761チャットマーク FM コサドット JP。もう一回 <laughs> はい。 761、頭くん、<laughs> fmkoza.jp まで、どんどんメッセージをお待ちしております。よろしくお願いします。ええー、ところで、なんかやっぱりちょっと動くと暑いね。この日差しですからね。ねえ<ー>、もう28度でした今日。マジでマジでガンなんかさ、今朝、あのー、ーちょっとフェイスブックアップしながらはい。 あーなんか、爽やかな汗が、あ気持ちいい風って打とうとしたら、うん、いきなり太陽がバーンって差し込んできて。うわ暑いし、暑いし、あちこれ嫌いなんだよね、とか思う、ね。持ちがついてる。そう。そこで一段、あの、一回ね、あの、フェイスブックストップして、<laughs> あの、とでちょっと落ち着いたらやろう、みたいな感じでね。うんうん、あの、今日ちょっと、あの、なんか、あの、いつも、 なんかこう番組のこととかアップするとコザのハートマークが出てくるのに、うん、今日出なかったななんでかなんだろう愛が誰かに奪われた奪われちゃったいやーどうしましょう取り返さなきゃ <laughs> よし、えー、じゃあこの1時間通して取り返せるかどうかやってみますかねはい是非とも皆さん力貸してくださいねはいえーとあれなんかあのー、真ん中の話とか出てきてますので CM 明けに お伝えしたいと思います。はい、あの、どうでした、この週末。この週末はね、うん、久しぶりに家でずっといましたね。ああ。リフレッシュだね、ある意味ね,もうね。土日毎週末ずっとどっか出かけてるってことが多かったんですけど。うん、久しぶり、に家でずっと、ゴロ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 と。それも幸せ,幸せなひと時でした。私は、あの、今年最後の、あの、鈴木の。 ビッグツーリングに行ってきましたがでビッグツーリングから帰ってきて、うん、でそのまま那覇の雲地にあのアクアリウム店<っ>もうずっと行きたくて行きたくて、うんうん、こっちにもポスター貼ってますから、ね<う>ね、ずっと行きたくてあの、ね、これが東京で開催される時に、うん、あのちょっとテレビで見てずっとね思ってたらやっと行けましたよ、うん、最終日に、うん、いやーその話も CM のに、はに聞けたらいいですね、はい、では皆さん CM の後もこのままね <laughs> <laughs> えーっとこの CM の後にどうしよう、うん、コメントを皆さんのコメントを読ませていただいてでその後にはいちょっと週末の話ちょこっとしてアクアリウム店ちょっとしてちょっとお知らせをして、うん、でその後に。 こんにちは <laughs> さらっとピースされまなんか素敵なおじ様でしたね <laughs> あのうーんとなんかいい曲ないかな<ん>えっと「輪になって踊ろう」とかあります曲 V6 のやつはあったと思いますけどあじゃあそのお知らせの後に。 でもこの曲じゃなかったんだよなもしあのお知らせした後にその曲がかけれたらちょっとその曲をお知らせ入れてはいでになっておるはいで途中までそれかかったら 松戸谷由美さんの縁の糸松戸谷由美のなんだろう中島美由紀の糸だったらすごくあれかってわかるけどじゃあこれねこれは中井久さんって読むの中井久晴さんかどこで着るんだい <laughs> 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 ちょっとなんか色っぽいこの BGM で入りました不思議な曲があのこれ懐かしいあの、はい、んどれぐらい前かな今2526ぐらいの子たちが生まれた頃に流れた CM ソングを集めた CD を今日持ってきました、うんえー、あじゃあ私とか そうかな。自分とかの世代がってことかな。そう,そ,うそ,うそう。そう<ー>だから、うん、何かで聞いたことがあるかもしれないけども、うんうん、なんか、なんかねって感じの曲が多いかな、うんあの。後半戦に緊張マットとか、うん、そういう系のもありますよ。なんと。はい。楽しみ。はい。えーっと、では、えー、コメントをまず。はい。<laughs> あの、あれですね。はい。えー、太郎介さん。 のほーん、エリオさん、こんにちは。こんにちは。今日も一時間よろしくお願いしますね。えっ、ー、と、番組前になんか髪がボソ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 してたのを、あの、ちゃんおかさん <laughs> きっと見てたんですね。あの、髪を整えるエリスさんも素敵です。ありがとうございます。<laughs> もうね、いつも褒めていただいて頑張って成長していきたいと思います。褒められたらね、頑張って成長したいと思う、<ん>思う私ですが。伸びる子です。伸<ー>びる子です。はい。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、中井久治さん。<laughs> <laughs> ちょっとね、CM 中に。ねえ、これ何、なんて読の中良く春さん <laughs> <laughs> どこで着るの着るとこ。着る,るとこ違うよ。はい。えっ、ー、と、速報です。えっ、ー、と、み、み、みくらみくらですかみくら,みくらあの、マナカナのかなちゃんが、二人目の妊娠五ヶ月っていう発表があったんですね。来年の四月出産予定です。 たくさんお願いいたたしますおめでつの間にちょっとこの頃ねちょっと怖いというか恐怖を感じるような事件とかねそうですねもうパリとかでねびっくりしたびっくりしたもうすぐね連日ですもんね恐ろしいフェイスブックとかでも結構ねこの国旗とかでねやってますけどもうこの頃多いよねパリでのテロっては 溜め引きが出ちゃうなあ本当に、ね、な何かそんなねあとなんかちょうど今番組始まる前に園ちゃんとランチ行ってきたんですけども、はい、その時にあのなんだっけあのあと甲斐さんがな,なんか昨日亡くなられてたのが見つかったとかってええー、そ,そ,そうなんですか仕事に来ないのであの、事務所の方がいたら なんか始まる前に暗いねこのニュースっていう話をちょっと2人でしてきたところにこのちょっと嬉しいねこの NHK の2人っ子ねはああの頃からのファンの人って多いよねきっとねあの子たちのはつらつとしたパワーというかねすごいきっとみんな好きだったはずえっとえっと久春さんからのリクエストで「縁の糸をお願いします」 松由の初めてねちょっと探してみましょうね、うん、はい、うん、<laughs> そうですよね中井久春ですよってそうですねちゃんとしっかり覚えますえもしかしておはあ違う中井さんっていう名字は私以前も あの見たことあるので、うん、お久しぶりという感じですね、うん、今日も1時間どうぞお付き合いいただきたいと思いますえーとですね、はい、さっきちょっと週末の出来事の話が途中だったんだけど、うん、あの、うん、アクアリウム店あの、はい、特別、はい、私金魚が好きではないんだけども普通という人から比べたら好きなのかもしれない あの尾びれのひらひらひらっていうのとかよく金魚とかも絵で描くので好きかも。いいじゃないですか。でなんか朝のワイドショーかなんかでこの東京かなんかで開催されたアクアリウム展を見た時に見たい絶対見たいとか思ってたら沖縄でやるって。沖縄だけじゃなななくてねそうんかかり 世界あちこち。世界あちこち。世界あちこち。新しいバグネができそうだ。世界あちこち。なんか、そう。で、やってるみたいで、なんか、もう、すごい技術らしいね。餌をやっぱり大量にあげたり、この排泄物で、あの、水が濁ってしまうのを防ぐための技術とか。へあ、そっかそっか。考えてみりゃそうよねって思ったけど、すごい。 あんとも,もう幻想的な世界だったなんだろうね、うん、本当になんか人間として暮らしている中では絶対に味わえないというかそうそうあ見に行った見に行ってないですけどね、ああ見に行ったのかなと思って本当にその通りだったよ。ねえ、なんか想像すると神秘的なんだろうなっていうのは、うん、あの今晩、Facebook に撮ってきた写真をアップするのでぜひ見てください。楽しみです、ね、すごい素敵だった もう、終わった、終わった昨日で。ああ、そう <laughs> しかあ、残念。そう。すごくよかったっか。いいね。少しはちょっとね、非現実的なね、<う>世界を味わうというのもいいかもしれませんねずっと行きたい、行きたい、行きたいって言ってて、あのーうん、昨日あのー、何 ビッグツーリングが、はい、あの、鈴木のずあの、ビッグツーリングが終わった後に、うんうん、急いで那覇に行って、うん、で、竜房で見て、うんうん、で、一通り見たら、いいよ、もう一回見てきてって言われたんだけど、えー、あの、うん、いい、もう十分、満足した、満足したって言った。<ー> <laughs> 行きたいって言われに、一回見て、それでいいのって言わて、もう十分満足したって。もう、<laughs> iPad をこうね、胸に抱えながら、あ<ー>買ったぞ、写真みたい。もう、もう、思い出がね。もう、詰まってるんだね。よかった。なんかね、妖艶だった。もう、すごい。 なんか光の中に溶け込んでいるみたいな演出もすごいすごいよかったかこのすか「すごいよかったすごいよかった」だけではきっと伝わらないと思うので私のフェイスブックへ写真見た方が早いねきっとうんうんいやすて、はい、だろうなフェイスブックって何名前で検索すれば出てくるのてされ<当>、うん、であの 検索していいたただら多分びっくりしたのが「えりゅう」じゃなくて「えりゅう」でやったらいいと思う最後に「ユう」を皆さん2個つけたら出てきませんえりゅうって結構いるんだなと思ってえすごいフェイスブックで「えりゅう」ってやったら私なんか最下位の方ですからね最下位もういっぱいいる そうなんだ。意外。え、私の名前ってなんかこう、この世に一個ぐらいかなと思ってたら、うん、いっぱいいる。なんだって思っちゃった。え、そうなんだ、うん。あの、よくね、こう、道とか歩ってると、うん、あの、沖縄の22、うん、というか、さんというか、おじさんなんですけどね。<ー>おじさんとか、 あの、おじいとか、ね、おばあに、うん、あ,あ,あんた、どこどこにいたよね、ってどこどこのお姉よね、とか言われるけど、え、え全然違いますし、って。えー、この前、糸ンにいたでしょいやいやいや、いませんし、あんた、糸満出身で違います、違いますって思いながら。<laughs> 勝手にんでるそう。もっと、もっとあれなのが、あれ、ねえねえ、この間こそのスナックにいたでしょあんた、結構、長いでしょって言われる。えー、怪しい夜出ませんから。<laughs> <laughs> <laughs> それだけじゃなくて、き <laughs> 今日のボウリングの、あのちゃんと遅れないで来なさいよって言て、誰と間違ってるのかなって思いながら、まあね、名前もどこにでもある、顔もどこにでもあるエリューでございますが、あのどうぞ皆さん、お見知りおきを。えっと、中井久治さん、中井久治さん、はい、えっと、マイオアシスで聞いたことがあると思う、あ、このあれですね。 ヒサにというね愛称<っ>でおなじみといいますか愛知県の方なんですね愛知県といえば私の,あのなんですかねとっても仲良くしてる友達が<お>友達って言っても年が10歳ぐらい上のお姉さんなんですけどねあなるほど私めっちゃくちゃ仲いい女の人って2人とも10歳年上へえ<ー>、うん 仲よくしてるのか面倒を見てもらってるのか微妙じゃな,いなんですけどね <laughs> 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 まあまあまあ楽しくね少しずつ言いいんじゃないですかねお互いですかね、みんなでケーキ食べようとすると大人ですよ、私しっかり。それなのにケーキの,このフィルム <laughs>、うん、とか撮ってくれようとするからえ大丈夫よって言うと。<あ>なんか あ大丈夫ひっくり返さない大丈夫とか。<laughs> なりやすかったんでしょちょっとなんか微妙な気持ちになる、こう、仲の良さなんですけどね。<laughs> まあ、まあ、もうそんな、あの、そうでございますよ。まあ、しっかりしてると皆さん、あの、ちょっとアピール手伝って。ってなわけで、そんなこんなで、あの、はい、ね、週末ゆっくりなされたということで。そうですね。疲れ取れた結構いい感じです。 やっぱ月曜日ってね、うん、大事だなって、もうすくすく思いますね。本当あの、週末、うん、あの、何週9、2日だったら、どっちかはゆっくり休んで、うん、どっちかはもう思いっきり弾けてっていう風にしないと、月曜日からスタートするこの一週間、全然違うよね、うんうん。違う。なんかね、はい、この土曜日か日曜日、どっちかでいいから、めっちゃ寝たいと思って、朝もね、すごい寝坊したいと思っているんだけど、なかなか、 朝から用事があったり今何かちょっとならないことが朝からあったりとかっていうので、うんうん、なかなかでき,できなかったんですけど、うん、今週末は日曜日はもうこの始まる時間がね、はい、あの夕方に変更になったのでよっ<ー>しゃこれ寝れるわと思って。 ところで今、あのいろんなね、行事というかイベントあったって、前、あのお茶会があるって言ってたじゃないあそうですね。あの、レ、うん、グのフェイスブックじゃなかったんだけど、うん、誰のフェイスブックかな、偶然読みたんで、えー、なんか、お茶、えー、裏千家のなんか、あったっていう、<ー>あの、写真がアップされてて、もしかしてこれかなと思って、私、あのパク、違う、パクってじゃない、シェアしてきて、載せたんですけど、<laughs> 危ない、ね。あれあれなの うん、読みたんではない。なあ、そうですね。あのね、五国神社で。あら、まあ。そうなんです。あれは終わっちゃったの終わっちゃいました。<laughs> 素敵ですね。見たかったですね。アップしてください。あるかな出たあらぜひ見たい。はい。そっかうんなんか見てみたいですね。メイグのこのお茶を立ててる姿を。まあまあまあ。そんないいもんじゃないですよ。あったらね。 おお茶飲んでお菓子食べてしてるだし <laughs> いいね <laughs> まあ楽しくやってはいますけどね時にはそういうなんかこの雰囲気というかねうんいいよねやっぱりねこの、うん、なかなかお茶っていうのが日常でね、うん、あんまり味わえないというところなのでの傾向してるね先生の教室だけでもね、うん、少しはもう本当に和というか。 いいよね、日本という意味の和でもあるし、うん、この輪っかっていうのつな、うん、がりというかねつながりというかね、うん、にお茶ってそれを大事にしている文化だから、うん、それをすごく感じられる空間だなっていうのは思いますよあの茶室に入るときにわざとこの入り口を小さくしているのは、うん、誰でもこう謙虚な気持ちで神戸を兼れて入るという<ー>あの教えいいよね。本当になんかもう 何も言われなくとも、そ<う>なんか心に伝わってくるというかね。うんうん、あの、すべてこの、そこに入るときはすべてをなんか脱ぎ捨てるというか、うんい、もう素の自分というのかな、本当に魂そのままでそこに入っていくという、あの、本当に素敵だよね。うん、あの、昔この侍もすべて刀を外してっあの、紙下だった。あれもすべて外そうです、ね、あれをつけてたら入れない。 ねうん、もうすごいな、こう、すごいなと思いましたね、うん、お茶の。思が深くなってきますね。ってなわけで、えっ、ー、と、テーマに行く前に、ちょっと皆さんにお知らせしたいことがあります。えっ、ー、とですね、実は、あのー、ちょっと私、仕事ではありますが、ちょっと仕事とかいろんな部分が忙しくなってきましてね、はい、でこんなの11月という、 あの本当はこうできればキリのいいね3月から始めたので2月いっぱいとかまで頑張ろうと思ってたんですけどもちょっと本当こういろんなことがどん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 仕事を忙しくなってきてしまいましてあのちょっとの間落ち着くまで、うん、あの、うん、お休みをいただくことに、えー、なりました「アイガベースチャンプルチャンプル」あの皆さん聞いていただいてありがとうございました来週の23日がラスト の放送になるのかな。そうですね。まあ、はい、第一部と言いますか。か第一部みたいなものですけど。まあまあ。 シーズン2っていうのが始ま、ね。シーズン1。シーズンンが今、終わるという。なんかかっこいいですね,ね。ありがとう。ベースチャンプルダンプルシーズン1。1> 1終了。終了で、1> はい、第1回、ね 1> はい。で、ちょっといろんなことが、うん、あの、ちょっともうちょっとね、うまく、4人ぐらいね、私の,あのシアシスタントさんというか、あの、事務所にね、<laughs> 人が入ってくれたならば、きっと復活できるかなという。あの、なかなか見つかんないんですよ。あら。こんなわがままでもないエリューの。<laughs> に誰も来てくれないという <laughs> <laughs> あの。なんでかねって言ったらきっと、あのー、仕事にならないんだはずね、言ったらね。<laughs> あれ <laughs>、うん、そんな、あれ、あのー、どんな仕事するんですかって言ったら、うん、私がやりたいことを察知してほしいのって言ったら終わりましたね。<laughs> すごい すごい要望が。<laughs> そしたら、あのね、うん、全然の、それじゃ伝わらないよって、ともちゃんに言われて、それじゃ伝わらないよって、あのね、とも、うん、ちゃんというのは私の番組のスポンサーなんですけど、うん、はい。うん、<laughs> じゃあ、お母さん、えーってありがとうございます。嬉しいリアクションですね。えっ、ー、と、お休みして天丼やるんでしたっけあの、野菜天丼でもやりましょうかね。<laughs> <laughs> その時は食べに来てくださいよ。はい。<laughs> あのー、本当あのー、 なんかね、リスナーの皆様のおかげで、あのー、なんていうのかなうん、うん、来れたなと、ここまで来れたなと。ねもうそろそろ1年になろうかと。はいえっと、2年目になるとき二2年目には入ってるんですね、丸2年にならずして、うんうん、ちょっと一度、あのー、ブレイクというか、しようかなと思っております。 ぜひあの、再会するときにはまた応援していただけたら、どんなに嬉しいことかと思います。そうですね、はい。あの、怖いですね。もし、シーズン2がもし始まるっていう時に、うん、お前誰やねんとかね。いやー、それはちょっとねー。<laughs> あの、じゃあ始まる前にいっぱい告知しときますわ。<laughs> ありがとうございます。思い出しといて今のうちにっていう。ね<ー>。ね<ー>。あの、ちょっとね、あの、 忘れ去られたら寂しいなぁとか思うんですけどね,ね。きっと忘れないと思いますよ。その時またよろしくお願いします、ね、人も。はい。<laughs> あの、そうです。今日ではないですよ、終わるの。来週の23日の月曜日で。そうですね。はい、残るところあと1回ということで,ですかね、はい。ってことはもう1回しか聞,か聞くことできないんですね。涙をついてってね。まあそうですね。この,のオープニングは。<laughs> そんなこんなであの皆さんと今日はあのテーマに入っていきたいと思いますが、えー、とリクエストの曲は見つかりましたちょっとねた正しいあれが、はい、曲名がねちょっとちゃんとしたものが分からなくって縁、うんえっと、の糸で合っているのかなっていうところなんですが縁、うん、の糸でもなんかどっか引っかかってはこない 待ってよじゃあ,なかあの、糸つながりで中島みゆきの糸なんていかがですかよろしいですよ、はい。その間に久吉さんなんかこう探していただけたならば。はってなわけで、あのーね、あの曲の続きで皆さんと今日のテーマを話していけたらなとは思っております。<laughs> 見つかかりそううででしょははいオッケーです、はいす、はい それではじゃあ、はい、この曲をおかけしながらちょっとお話ししていきましょう。 本当ですね、なぜ生きてるのかなとか、うん、これからどんな方向に自分行くんだろうって思うことって、あのー、いくつになってもあるなってそうですね、うん、なんか若いうちは、うん、こう漠然としてるじゃない、はい、で、うん、あ自分ってどんな仕事が合うんだろうとかさ、うんうん、あ自分ってこれからどんな人と出会ってどんな風に歩んでいくのかなって。うんうん で、今度、だんだんこう、年を重ねるごとに、あれって、今度振り返ることが多くなるね。あれ自分が歩んできた道って、どうだったかなあ,<ー>あれどっか今こんな状況になってるところでは、どこで私なんかこう、ふ、どっか踏み違えたかなうんどうかなって思う時がありますね。でも、いやいやいや、何一つ無駄なことはないし、何一つ間違ってはいない。 今この瞬間にたどり着くために全てがあったことだから「うん、いや大丈夫」で、なんかこう自分に言い聞かせてまた前を見るというか、うん、だから今回の何、うん、て言うのかな番組をこの「どうしようかな」うん「いやどうしようかな」うん「うん、いやこのまままんか忙しさとかいろんなことがある中で、ねうん、続けていただ続けていくことによって、うん、あの。 中身のないものだったり、うん、愛がおろそかになっていくことを私は伝えてるんじゃないかな。なんかこのしっかり愛を伝えてないんじゃないかなっていうか、うん、薄っぺらくなってないかなっていうのがとってもここ、そうですね、2、3ヶ月ちょっと悩んでて、うんうん、で、悩むというかずっと自分に問いただしてたって、そんな中で、あ、あのー、けじめ、 をつつけるのにいつといいととうことはないやっぱり性を持っていたいなって真実をちゃんときちんと踏まえた上で、うん、きちんと伝えていくという責任の上だったり、うん、皆さんが聞いてくれるっていうこのね器を準備して待ってくれてるところに、うん、私がこう中途半端じゃいいけないなって、うんうん、正直この決めるにあたってねとってもこうあのー。うん 行ったり来たり行ったり来たりというか、うん、とても悩んかこう離れたくない寂しさとか今までこうね一緒にやってくれた人たちが何も変わる中で寂しさだったりいろんなものを感じる中でこう、うん、なんかこう助けてもらってるなっていうのがすごいあったから。うんうん なんかそれを私は感謝を全部伝えてこれたかなって思った時に、はあ、でもなんかこうフェイスブック始めたのもとってもいいきっかけだったと思う、はい、私ねフェイスブックはちょっと怖かったわけ正直怖かったうんやることに関して知らない人とつながってってちゃんと伝わるんだろうかとか ああ、うん、このフェイスブック上だけでってことですよね。で、うん、なんかこう、嫌な話も聞くし、で、知られたくない人も、うん、触れたくない相手もいるわけで、そことこう、つながることも嫌だなとか、うん、変なことを一人考えてて、うん、でもやっぱりこの、あの、番組やったりとか、スポンサーさんがまた応援してくれるときに、うん、いや、やらんといけないねっていう状況になって始めたんだけど、うんうん、あの、フェイスブックを始めたことで、 あの何気ないことが全てこうキラキラして見えるようになった。<ー>なんかをこう、あなんかアップしよう。あこんなことを伝えたいって思うと、うんうん、本当に些細なことがキラキラして、うんうん、あこんなに一日にこんなにたくさんいろんなことがあるんだなって思っうん、うん、分かるわ。かる。思った時に、あの、いや、どんな形でも人とはつながっていけるなって思ったら、うん、今日のテーマに。うん 行き着いたというか。うあの、誤解、えー、勘違い。人はいろんなこうね、接点を持つことによって、一人で、うん、一人きりで生きてるわけじゃないから、やっぱり、どんなに仲が良くたって、うん、どんなに一緒に時間を過ごしていようと分かっているようであっても、うん、誤解って生じるわけじゃない、うんうん、で、うん、勝手に誤解をする自分、思い込みをする自分とかはい。はいはい でそんな部分で、あの、なんていうのかな、あ誤解、つい最近どう名宮とかは、あ誤解だったかもしれない、うん、勘違いだったかもしれないっていう体験って、あったえっとね、うん、私自身、むしろあ今ももしかしたら思い込んでるところもあるかもしれないんですけど、私自身がっていうよりは、他の人が、この、な、うん、うんうんうん、ていうかな、当事者とかも2人がいて、うん で、この人は、私の友達が、もしね、例えば、私の友達が、この違う人に対して、うん、前こんなこんなって言ってたじゃんっていうので、うん、でえ、違うよ、これはこのことだよっていうのを、ちゃんと見届ければよかったんだけれども、うん、この途中で、あ、もういいや、みたいな。 お互いが、ね、この、うん、自分の友達と他の人がやり合っている間で、うん、この誤解をしているって2人ともね分かってはいるんだけどももういいよもういいよっていう、うん、お互いがね諦めちゃったっていう場面に遭遇してしまった時があって、うん、この時自分は。 どうすればよかったのかなっていうのはいまだにちょっと心の中にあってもう自分が入り込むところっていうのは正直なかったって言えばなかったんだけど二人の問題だからでも自分も事情は知っている人では一人ではあるから何か一言ね一人一人に言えないところで「これはこんなだったんじゃないの?」っていうのを。 あの話できればよかったのかなっていうのはあるんだけどいま、うん、だにちょっと2人は分かり、うん、あ分かり合えてないって言ったらちょっと語弊はあるかもしれないんですけど、うんうん、ちょっと見る限りでは、うん、もうもういいやってなってるところがあるからそこがちょっと心痛いところですね。わわかかかるかるあるあよねそねそうういいの誤解とか勘違い 本当になんかこうパッとその場で起きたようなことに感じるかもしれないんだけど、うん、この誤解される側も誤解する側も、うん、あのある癖があって、うん、決して今この瞬間誤解したわけじゃないんだよねこの積もり積もってきたこの流れの中で起きたことというかあの A さんと B さんの中で誤解が生じた っていうのは今表面化されてるものであって、うん、でも実際はね、この A さん、例えば A さん一人取ってみたら、うん、B さん一人取ってみたら、うん、この人たちが育ってくる環境の中で、うん、あの、よく言う癖というか、思い込みの癖、誤解っていうのはう、 ある意味、思い込みだから、こう、例えばパッと赤見たら「あ、情熱的」とか「信号だったら止まれよね」とか「あ、危険なのよね」とか「消火器よね消防車よね」っていうあの、思い込みというか連想みたいなそういうのが作用するというかだからこの、結構深いんだよね誤解とか思い込みっていうのは。その時に私たちっって、やぱり してるって自分って気づかないじゃないもう、ね、あの人ってやっぱこんなしてとかさ、うんうん、あもう、裏切られた気分っていうか、うんうん、誤解で一番最初に来る感情っていうのは裏切られた感が来るわけで、で、その時に本当に自分はそう思い込んじゃってるから、うん、あの、手立てがないというの周りからは。ただ一つ、あの、周りが声をかけられる一言っていうと、ちょっと冷静になってみたら ぐらいいしかないんだよね、うんうん、ちょっと冷静になってみたらどうしてそう思ったのか、うん、自分の内側に聞いてみたらっていう一言がこの誤解をしている者同士をとっても深いところからすくい上げる一言になるというか、うん、あのそう私自身もやっぱり「えなんで?」とか不信感が。 つりつるときってあるじゃない人って誰でも。だって人間だのに。うん、ね普通にあるわけで。うんうん、でも、その人を誤解したりとか、あの、勘違いしてるときって、されてる方も苦しいし、うんうん、してる自分も苦しいわけじゃないうん、うん、ってことは、どっちかがその、この呪縛みたいなものを解消してしまえば、うん、チョキンって切ってしまえば、うん、もう、それはお互いに、あの、解消されるわけで、うんうん、その時に、 あの本当にこの深いところの解放っていうのはみんなとっても大変って思い込んでるわけ、うん、とっても時間がかかって自分を見るってとっても苦しいとか、うん、でもそんなことないんだよって私は言いたいんだよね、うん、自分を見るっていうことはとっても辛いように感じるけどうん見るだけ、うん、そうなんだあ今あの人に対してそういう感情を持ってるんだね そうなんだ。うん、あ,あそう思ったんだ。そっかそっか。あの状況じゃ仕方ないよね。でもさってここで。うん、あの、無理やりだよ。無理やり。うん、でもさって自分に声をかけてあげる。うん、でもさ、本当にそうだったのかな、うん、なんでそう思ったか、うん、自分の心に聞いてみてって自分に囁きかけたら、うん、小さい頃に起きた何かしらの忘れ去られた記憶が蘇ってくる。 その記憶とか、はい、例えばこうきちっとこうビジョンで蘇ってこなくともこう感情だったりなんかこう急に寂しくなったりとか、うん、捨てられそうになったりとか、うん、不安感だったりとか、うん、急に涙があふれてくるような感じだったりとかあとはなんていうのかなどっかに痛みを感じたりとか、うん、その感覚でもいいわけ。あと、うん、匂いだったり音だっったたりり音、うん いろんな形であの人によってこの記憶の再現っていうのはあるんだけどあのそれを感じたならばそっと自分をグッてこう抱きしめるようにするわけで、うん、そっかそういうことがあったんだねそっかそれが辛かったんだでもそれはもう終わったことだから、うん、それは過ぎ去ったあの時間の経過の中で起きたことだからもう大丈夫あなたは今 例えば、2015年の11月16日にいるんだよ。うん、あなたは今この瞬間に生きてるんだよ。大丈夫だよ。あの幼かった頃のあなたではない。うん、だから大丈夫。うん、さあ戻っておいでって言ったならば、だん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 楽になっていく。うん、そしたら不思議なことに、うん、この自分で思い込んでるものとか、 あの、勘違いしていることが、どん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 緩んでいって溶けていく。うん、そして、うん、あの、本人同士じゃなくとも、例えば、メイグがさっき言ってくれたこの第三者として、うん、共通の知り合いとしての立場で、それをやってあげたならば、うん、あの、私はあの時何もできなかった。うん、それはなぜなんだろう。うんうん、って言って、あの、でもあの時は、私は最善なことをした。うん、大丈夫。私は大丈夫。 でもなぜあのことが起きたんだろうって、うん、言って目を閉じて内側にヒューッてこうあの内側にこう意識を向けるっていうのはどんな感じにすればいいかわからないっていう人が多いと思うんだけどうん、うん、この胸の前に手を当てて、うん、でこうちょっと背中を後ろにこうグーッと引くというかグ、うん、ーッと背中を後ろに引っ張ってって椅子とかに持たれるような。 ことをしたならば、うん、人間の脳と体の,この行動っていうのは伝わっていくので、うん、そうすると意識がその自分の内側だったり過去に戻っていくので、うん、そうやってあの意識だけではなかなか戻れない、うん、言葉だけでは戻れないっていう時に、うん、あのボディアクションとして、うん、そういう風にした時にスッ、うん、と過去に戻れてそれを修正したりとか、うん、あと意識心の中でのそういう。 こうなんだろうっていう自分の方向に向ける時にそういう行動を一緒にとると自分の内側に目を向けやすくなります。<ー>で逆に今度相手はどう思ってるのかな、うん、このことに対してどう思ってるんだろうっていう時は自分の心に当てた手を深呼吸と同時に外してもう一つ準備するわけ。椅子でも何でもも何いいしじゃあ 誰々さんはそこに座ってるというのをイメージしてそこに場所を変えます、うん、そしてそこでまた手に手を胸に当てて深呼吸してその人の顔を思い浮かべたならその人の心がスーッと入ってくるまか前もこの前この人が座ってたところに一回座ってみるとその人の気持ちが分かってくるっていうにもちょっとつながってますねもうこの本当に自分一人で いろんなあのー、悲しい気持ちだったり今立ち止まってしまっていることの応急処置ってできるので、はいうん、あのー、もう本当はねこれもっともっといっぱい伝えていきたかったんだけどこの今日と来週で思いっきり皆さんに伝えていきたいと思います、うんはい、そうやることによってこの今起きているこの勘違いだったり誤解あ今自分は誤解されてそうじゃないのに そういうことを言いたかったんじゃないし私はそう思ってなかったという思いを、うん、あの口でどんなに不思議と、ね、あの人って言葉でどんなに伝えようと思っても伝わらないしだろうなあの逆にあの人って声に乗せてしまうと相手がもっともっと壁を作る場合が分かって分かってが分,分かってないでしょっていう責めの言葉の裏返しなんだよね。うんうん、だからそういうい時は、うん もう言葉という自分の言葉に乗せたり声に乗せるのではなくこの意識というみんながつながっているので意識は真相<ー>心理だったり<ー>あの真相意識だったりっていうものが<ー>あのみんなつながっているので<ー>こういうふうな意識の持っていき方で全て解決していくという,<ー>そうだから誤解とか<ー>あの勘違いっていうのは<ー>決して表面で起きていることではなくて<ー> もっと,奥の,と奥の深いところで。で、この、<ー>あともう一つ、この溶けた時に、意地を張らずに、うん、あの、やっていくとどんなことが起きるかというのを CM の後に伝えたいと思います。 えー、ユーストでご覧の皆様はきっと私とメイグが CM 中に話したことをね、聞こえてたと思いますが、はい、そうなんですよ。あの、相手に伝えよう伝えようとか、分かってほしい。 っていうことでやっていくと逆に相手との距離を作ってしまったりとか、んあの何ていうのかなあのエネルギー的な断絶というか、うもうあんたとは付き合いたくない、うるさい、めんどくさいとかね。一回遮断するとね。そうそうそう。うだからそういう時は一瞬あの静かな空間を相手に与えるとか、そっかそうなんだ、そっかそっかごめんね、全部は分かってあげられなくてねっていう言葉によって相手はちょっとこう空間が 与えられるというか、うんうん、その空間でその人も自分自身をちょっと休めさせたならば、うん、冷静になってクールダウンをすることによって、うんうん、ちゃんと相手を受け入れるという、あのー、うん、気持ちになったりとかね。えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、イーサーさん、えっ、ー、と、エリューさん,こん、こんにちは、そうなんですよ。よかった、うん、今週と来週のこの2回になっている時に、あのー、 ね、お会いできて、お耳に書か,かれてよかったです。うん、えっと、気持ちを伝えるのって難しいですよね。本当だよね。うん、本当なんだよね。気持ちを伝えるとか理解し合うっていうのは、うん、あの、本当に私たちが、あのー、大きな課題として持ってきたものだと思います。うん、えっと、うん、ありがとうの気持ちで自分はあり続けたいと思っているのですけれどね。あのー、 そうねありがとうの気持ちでいることも大切だけど私たち人間だからねえちょっと今なんてきつくないそれってひどいよって言っても構わないその後にちょっとお茶でも飲むとかねうんあのいいんです感情的になっても絶対分かり合えるからあのなんだろうなちょっとお互いに背中を向けてしまう時間とかそういうことがあって あることに恐怖を感じないでください。うん、背中を向けるということは、決して、あの、離れることではないと思うので、背中を向き合っててもね、うん、あの、お互いのぬくもりは感じるわけで、 大丈夫です。背中を向けることによって、相手の顔が見えない寂しさに気づいたりとか、あの、相手の呼吸に意識をね、いつもよりも、あの、向けたりすることにもつながるので、逆に普段気づかなかったことに気づくチャンスでもありますから、んそんなにそんなに、あの、怖がらないでください。うん、あの、別にいいんですよ、いつもありがとうなんて思わなくたって、時には、こんにゃちょーって思ったっていいんです。はい。<laughs> <laughs> そんな困難の中でですね、あの、 この誤解ということにあ誤解してたんだなって気づいたときにあのやってはいけないこと意地を張る強がってねあ誤解だったごめんねの一言が言えないあ<ー>あもうごめんねんでも皆さん気づいたならば即座に言いましょうごめんね私なんかちょっとなんか自分勝手にちょっと思っちゃったかもねごめんね ってそしたらきっとあなたと同じように相手もごめんねが言いやすくなるかもしれないたった一杯のフェイスブックにもよく載せるんですけどね勇気なんてそんなにいっぱいあったって仕方ないんですよどこに行っていいか分かんなくなっちゃうからティースプーン、カレースプーンじゃないですよカレースプーンの、ね、スパイスなんて多すぎますからねあのティースプーン一杯分の,あの勇気と優しさがあったら解決できないものって。 結構ないよね、うん,うん。ほんとえっ、ー、と、ちゃんおかさん、今日のテーマ、誤解。エリューさんが大好きと言ってくれたときに、おいおい、マジかよって誤解したことええええ,えいつね <laughs> あれ,あれ,あれ そんな中でなったんですか、江戸のモニカ。はあ、いいんですか、<れ>公開でバラしちゃって、ちゃんおかさん。でみんなに公開してもらいましょうね。<laughs> はい。えっ、ー、と、<laughs> イーサンさん、嫌なことでも試練、勉強だと思ってありがとう、乗り越えられるよう頑張れってことなのかなと、うそうなんです、確かにねあの、乗り越えられないことは私たちには与えられていないので、ただし、 あのですね、よく皆さん、本当にこう、ポジティブに考えようとして、あの、なんていうのかな、全部よく取ろうとしなくていいんですよ。あまりにも次々、あの、課題というか、よく言う試練が。 あの次々来すぎちゃって、うわ、ちょっと頼むよっていうときは、すいません、神様、私を愛してくれるのはありがたいんですけど、ちょっときついですねって、今の私にはこれはきついです、ちょっと後回しにしてもらえますか、一旦私にブレイクさせてください、うん、って言ったならば、あなたが乗り,あの乗り越えやすい形での,あのね、まあうん、試練って言いたくないですけどね、うん、課題というか、うん、練習問題でやってくるでしょう。 ぜひ、あの、自分に合った、あのー、感じでね、あの、皆さん、試練とか、いうのを乗り越えなくちゃいけないとか、回収しなくちゃいけないとか、うん、カルマだとか、そんな固い難しいイメージで取らないでください。 どうぞ、あの、自分が計算し、あの、よく数学でも、あの、け算で、えっ、ー、と、一が一とか三五十五とか、でも、三五十五だったら答えやすいんだけど、五三がってなったら言いづらいっていう時に、別に三五十五に置き換えて、自分がやりやすいようにやるのと同じで、あの、自分に来たこの人生の課題も、自分が乗り越えやすい形に変えて、あの、乗り越えればいいんです。あの、うんうん、今しんどいや。 あの、きついやっていうときも、頑張れやり。うんうん、<laughs> そんなときは、あの、自分が乗り越えやすい形に、あの、ちゃんとね、噛み砕いてというか、因数分解でもいいんですよ。そういうふうに分かりやすく、ちっちゃくちっちゃく噛み砕いて、ちっちゃい小石に変えて、一個ずつ片付けてったらいいんです。うん、あの、大きいまんまででっかいあの、 山のような岩のよう、ね、形で乗り越えようとしたくていいんです。うん。うん。うん。京 <laughs> 都来週は泣かないぞって思ってたんですけどね <laughs>、うん。うん。うん。大丈夫。なんかこうやってリスナーさんとつながってたことが本当に私にと。 でありがたいといとうか、うん、あの本当に私もねこの番組をやりながら、うん、あの一つ一ついろんなことをあの乗り越えられてきたというか、うん、あの本当に背中を押してもらってきたなっていう感じがとってもするので、うん、やっぱりその中で言葉が足りなかったりとかあのなんせね私あのあのこう見えて不器用なので言葉が足りないこと多いんですよ。うん <laughs> <laughs> まあ、分かってくれるだろうな、とかを、あの、甘えながらここまでやってきましたが、うん、あの、本当に、えへ、もちゃんおかさんやめてくださいよ。泣いてしまいなさいという時は、ちゃんと前に現れて胸を貸してあげるぐらいの時に言ってください。<laughs> <laughs> <laughs> 電波の向こうで言われてもね、みたいな。でも大丈夫ですよ。私にはメイグがいるので、メイグの胸を借りて泣きたいと思います。<laughs> <laughs> えー本当にあのー、 何て言うんですかねあ、イーサーさん。感情的になったら負けだと自分は思います。そりゃ腹立つこともあるけど、その場その場でぶつかっていたら自分も嫌に嫌いになりそうで怖いです。何言ってんですか勝ちだとか負けたとか。そんなのいいんですよ。時には負けてごらんなさい。負けた人の心地よさも知らないとね。私なんて負けっぱなしですからね。ははは。 <laughs> でも自分ではそこがまた気持ちいい。うん、あの、何ですかね。負けたって思った瞬間、私は、あのー、負けたって思わないな。なんか、不思議とね、うん、あ、あのー、相手が勝ったと思った瞬間、あ、良かったな、と。あのー、 相手が勝ったって思ってくれた方が、あと引きずりませんからね <laughs>。<laughs> できるなら、の、私めんどくさがり屋なので、相手が心地いい形で終わった瞬間、私が心地いいという。うはい。あの、あれですよ。だから、あの、ボーリングで、ブービー賞も取れない、私。なぜか下から3番目という。<laughs> でも、あの、なんて言うんですかね。あの、自分の中では、 一番自分が輝いてればいいんです。あの、疲れた顔してる自分も、うん、<laughs> 今日はこんな感じか、ツヤがないな、とかね。うん、ま、そんなのも思いながらも、うん、あの、本当なんていうかね、誤解を受けるのも今この瞬間に生きてられる証なんです。 だから、どんどん誤解して、どんどん誤解を解消して、そして自分の癖が何なのか見てったならば、もっともっとキラキラした次の瞬間がやってきます。うんうん、そう。私がこのエンディングにこの曲を選んだのは、頑張らなくとも頑張れなくともいいんです。その場に倒れ込んでも構わない。あの、次の瞬間、きっと誰かが一人で立てない時は手を差し伸べてくれるし、 ちょっと休んだらなんかすっきりしてね、立ち上がることもできるし、ちょっと休んだら、あれなんだ大したことじゃないやっていうこともいっぱいあるよね。うん、あるある。はい。うんうん、そんなコーナーで皆さん来週で最後ですよ。来週もよろしくお願いしますね。えーと、チャンおーさん。メイグから甘いパンをもらってね、<laughs> 甘いの食べると幸せになるよ。確かに。そうね。甘いもの食べるとね。いやー。えーと、イーサーさん。 メ号は、惣菜パン派 <laughs> もう勝手に作ってるからね、もう二人でね。私、シナモンロール好きですね。あとは、柔らかい食パンに硬いフランスパンが好き。<laughs> <laughs> あの、結構何も入ってないの好きですね。うん。結構ね、バター風味というかね、好き。全体的に、ね。いやー いい,ね、いいなあなんか、そんなこんなで来週はどんな話をしていこうかなあって思いながら、うん、シンプルと適当は違うよっていう話もしたいなえっ、ー、と、うん、イーサーさん。えっ、ー、と、金ンさんの言葉じゃないけれど、人は支え合って文字ができている。確かにね。うそうよね。そうなんだよね。ね<ー>私たち人間だもの。そうですね,ね。人の間に入って、 人と関わりながら成長していきたいです。うん。はい。で、メール。はい。続いてますので、はい、紹介します。はい。ミンミンさんです。まあ、エリンさん、ありがとうございます。<laughs> 泣きたいときには私も我慢せずに隠れて泣いてますって。<laughs> 一応隠れるんだね、一応ね。<laughs> かわいいね。ね。私、うん。うん。うしいときは涙で吹き飛ばしてます。だっ ということですね,ね。<laughs> 私も隠れたつもりで自分の部屋に入るんですけどね。あんまり大きい声で鳴くからみんな寄ってきますね。<laughs> <laughs> てなわけで今週はこの辺で、はい、皆さん来週ラストよろしくね。お耳も心も私たちに向けてくれたらなと思ってます。みんな愛してるよ。じゃあ来週じゃあね